はい、ミシンチャンネルのミシンです。というわけで今回もやっていきましょう。わがままハイスペック推し千歳さんルート。はい、いやもうね、あまりに気になりすぎてもう悶々としておりました。この続きがどうなんだろうね。なんかこう、本当にね、まあ始まる前からこんなにね、あんまり長く喋るのもあれなんですけども、まあな、なんというか、二人がね、どういう関係に落ち着くのかを、まあ見守っていきましょう。てなわけで、レッツゴー。浮かない顔ですね。面白いネタでもひらめいたんですか？どうして面白いネタが思い浮かぶと気持ちが沈むのかな？そうだよ、沈むのはこっちでしょ。ちょっと二人とも、ごはんごはんなんちゃって。それでどうしたんです？深刻な顔して。最近こうきくんの様子がおかしい気がするの。言われてみれば昨日の夜も規制を上げたり廊下をドタバタ走り回ったりしてたね。おお、元気が有り余ってるね。正常な状態ではなさそうね。かと思ったら打ち合わせとかではものすごくハイテンションだったりするし。そう打つってやつですか。日頃からメンタルに負担がかかってるせいかもしれないわね。ねぎらってあげたら？仕方ない、念入りにお尻を踏んづけてあげよう。 あなたたちの関係随分と特殊よね。口を挟む気はないけど。そんな冷たい言い方よくないよ。え？コウキくんは SOS を出してるのかもしれないんだよ。例えば、わからないけど大変なのかも。さすがカオルコ先輩の優しさは天井知らずですね。見習うことができないのだけが残念だわ。頑張ってみても良さそうなものですよ。もうみんなちゃんと聞いて、コウキくんの大切な話だよ。だから試しにお尻を踏んづけてみるって。お尻以外に聞いてみて。どういう会話の流れだとそういうフレーズが飛び出すんでしょうか。あ、コウキくん、何よ恩知らず。お尻に関わることで俺なんかしたっけ？気にしなくていいよ。そうだ、お茶入れるね。妙にギクシャクと会長はお茶を汲みに席を立つ。遅かったですね。今日はどうしたんですか？猿が美術の課題再提出になったから手伝ってた。はあ、普段通りですね。何に失望したの？もう変な言い方しないの。探りを入れるのとか絶対にダメだからね。探り？それより席に着いたら、仕事なら山ほどあるわよ。みんな揃ってわざとらしいことだ。会長の察しの良さはここ最近で再認識したので、今さらまずいとすら思わなかった。会長の前で普段通りに振る舞えていた自信はないし。私の目も知らずに曇ってたね。確かにこれは何かあったって顔だよ。どうした妹よ。いいから机に手をついて、椅子からお尻も浮かせる。言われた通り机に手をついてお尻を突き出す。グリグリ。どう？いきなり兄のお尻を足でグリグリしてくるとか、妹は頭がおかしいのかなと思ってる。ダメか。妹の頭がだろうか。あ、とわちゃんが勝手にコウキくんのお尻をどうにかしてる。勝手にって何ですか？それでどうかな。どうって余計な心配をかけていることに関しては恐縮するが、どうと聞かれても答えようがない。こっちが聞きたいくらいだ。漫画はともかく、小説に関する打ち合わせはあれから数えて今日が初めてだ。我ながら育児のないことだが、隣に会長がいてくれることに少しほっとしていたりもする。ふむ、後半の展開についてはいくつか指摘をしましたが、
がらりと内容を変えてきましたね。今の千歳さんは少なくとも会長の目には普段通りに映っているに違いない。私は新しいプロットの方が好みです。そうですか。ありがとうございます。まだ採用と決まったわけではありません。千歳さんは提出したプロットから視線を外さないまま赤ペンのお尻でグリグリと首筋を掘る。あの生めかしい首を あの日の俺はペロペロと。元のプロットにあった数年後にうり二つの女性と再会する形でも問題はなかったのでは。でもそれだと感動がないって言ってましたよ。それは言ったような気はしますが。私は本人と再会する形の方が夢があって素敵だと思います。ご都合展開とも言えそうですね。それに10年の歳月を経て再会しても容姿や性格が昔のままというわけにはいきません。しかしさすがにちょっと照れは入る。特に女性側はいい歳になってしまうわけですよね。まして相手は当時子供です。お互いを思い続けていたという設定には無理があるのでは。このテーマだと何を聞いても多少の違いはあれど、いちいち自分のこととして受け止めてしまうわけで。千歳さんらしくないですよ。ロマンチックのかけらもありません。私はあくまで読者の捉え方を。千歳さんいつも言ってるじゃないですか。これは漫画です。エンターテインメントですよ。整合性とか細かいことはどうでもいいので派手に演出してください。似てる似てる。むしろ元の展開は地味だったくらいです。いいじゃないですか、年の差恋愛。憧れや淡い恋心が本当の愛に変わっていくって素敵じゃないですか。おお、そう言ってくれますか会長。どうでしょうね。苦々しい。今日の千歳さんテンションが一段と低い気がするんですけど、何か理由があるんですか。一つとしてありません。でもなんだか気だるげというか、あまり気持ちが入っていないような気がします。作品を左右する重要なことですから、少し考え込んでいただけですよ。俺に対してはチロッと視線を送ってきただけ。それはそれで重圧だった。コウキ君もどうしてこんなに大きく展開を変えたのかとか、しっかり説明した方がいいよ。それはもちろん俺が思うハッピーエンドだからです。そうですか。よくもまあぶっこんできやがってとでも言われてる気分。声も眼差しも極上の冷たさだ。そうですかって。理解しましたというニュアンスをお伝えしただけです。トントンと書類の束を整え始めたのは会議が終わる合図だ。あえてご意向に逆らうほどの理由は思い浮かびません。一度このまま詰めてみてください。そんな、いかにも修正がありますってニュアンス。それはもちろん、これでいくとお約束はできません。わかりました、詰めてみます。大丈夫、絶対いい作品になるって。ファンとしてワクワクが止まらないもん。ただプロットでお話の大体のあらすじが分かっちゃうのが嬉しいような残念なようなって感じかも。そうですか。嬉しい。では次の打ち合わせがありますので私はこれで。露骨に避けられてるな。でも普段通りの対応されたとしたら、それはそれで意識されてないのかなとかいろいろ考えてしまいそう。忙しいのかな。いつもだったら少しくらいは雑談に付き合ってくれるのに。かもしれませんね。仕事増やしちゃってますからね。それかもしかして恋の悩みだったりしてね。会長の謎の洞察力は何なんですか？